それじゃあ、僕がバンドを何度も解散して、解散するたびにやっぱり一人でベンチャーズの曲ぐらいやれた方がいいかなというのがきっかけでですね、練習した曲で一人キャラバン、ベンチャーズの、ね、一人キャラバン聞いていただいていただいて、もうこれ遊びですからね、後でエレキ弾きますけど、それじゃあやります。